戦ヒーローの最後後編、独演怪獣デノラ登場。魔王カーンデジターは工場の排煙処理システムに独演怪獣デノラを送り込んだ。工場の煙突から吐き出される煙で人々はパニックに襲われた。ナオトはグリッドマンと合体して怪獣を倒しに向かったが、デノラの毒ガス攻撃を受けあえなく倒されてしまった。果たしてグリッドマンは本当に死んじゃったの？グリッドマン、ナオト、しっかりしろグリッドマン。グリッドマンが死んじゃった。もうダメ、大事、早く家帰りましょう。でもグリッドマンが、このままじゃ私たちも死んじゃうよ。どうってる、グリッドマンまだ生きてるわ。グリッドマン、ひとまず退却だ。寝てた方がいいわ。ちくしょう。悔しい気持ちはわかるけど、体の方が大切よ。大丈夫？ああ、ちょっと頭が痛いけど大丈夫だ。だけど幻覚が。幻覚？ああ、頭の中に怪獣にやられてる様子が見えて、どうしようもないんだ。あの毒ガスの影響ね。確か私頭痛薬を持ってたと思うけど。これ飲んで。いっぺん、スープかなんか栄養のつくもの作ってあげて。あ、任しとけ。ナオト、眠りなさい。少し眠った方がいいわ。ああ。おそらくグリッドマンは生き返るまで。これで世界はこのカーン・デジファー様のもの。たけし、今こそベノラを存分に暴れさせ、人間どもを恐怖と混乱のどん底に陥れるのだ。はい、カーン・デジファー様。隙間からうちの中どんどん入ってくるのよ。目張りしてたの。あなたも手伝って。ちょっとにかく顔洗いなさい。いらっしゃいらっしゃい。
くの。これじゃ洗濯もできないわ。それどこじゃないよ。ちょっととにかくお風呂沸かして。お風呂気持ち悪いよ。グリットマンが負けちゃったからこうなったんだよ。パパも見たよ。雲に映ってたんだ。あの怪獣が暴れてるんでこの煙が止まんないんだぞ。それ私もさっきテレビで見たわよ。ねえ、今までのおかしな騒ぎも全部その、コンピューターなんとかに出てきた怪獣のせいなんですってね。コンピューターワールドだよ。今まではグリットマンが怪獣を倒してくれてたんだ。なのにどうなるの私たち。いや、そう言われてもな、おじさんたちがなんとかできるわけじゃないし。うわダメだ。ナオト、しっかりして。何でもないのよ。お願いだからダメだなんて言わないで。もう平気よ。大丈夫だからね。ユカ。ゆか？え？なんだか俺、今怖い夢を見たのね。ああ、でも大丈夫、なんでもないのよ。なあ、ゆか。ん？俺、もう勝てないかもしれない。何言ってるの？いつからそんな弱気になったの？私たち今までだってピンチを乗り越えて戦ってきたじゃない。分かってるよ。だけど思い出してみて、今までのこと、今まで私たちがやってきたこと。分かったよ。俺やるよ、もう一度。ゆか、表が大変だぜ。あれ、ノート起きてていいのか？ああ、少し寝て元気が出たよ。そうか、よかった。まあ、せっかく作ったんだ。俺の特製スープでも飲めよ。ニンニクたっぷり入れといたからな。サンキュー。いっぺん、大変と表はどうなってるの？工場からの煙でえらい騒ぎさ。これ見てみろよ。とにかく有毒ガスの煙は関東一円に広がり、政府は先ほど非常事態宣言を行いました。この黒煙は今日中に日本全国に広がるものと思われます。もうとにかくそこら中が真っ黒なんだ。コンピューターワールドに現れた怪獣の影響だと断定されました。コンピューターワールドに現れた怪獣の話題はこれまで噂として世間に広まっておりましたが、その存在が認められたのは今回初めてです。またこれまで怪獣と戦ってきたグリットマンというヒーローの存在も認められましたが、そのグリットマンが倒されたことにより今回の事態がさらに悪化したと思われます。あ、なんでしょこれは。愚かな人間どもよ、よく聞け。我が名はカーンデジファ。貴様たちの運命は
このカーン・デジファー様にかかっているのだ。くそ、もはやグリッドマンは存在しない。貴様たちの味方をしてくれるヒーローなどどこにもいない。さあ、人類は今からこのカーン・デジファー様のしもべとなり、いかなる時も俺様の命令通りに行動するのだ。畜生、言いたいこと言いやがって。俺もう一度行くよ。ナオト、行くったってまた同じ目に遭うぞ。あ、そうだ、防毒マスクだ。ナオト待て、グリッドマンに防毒マスクみたいな鎧を作ろう。防毒マスクみたいな鎧？ああ、サンダーグリッドマンの時みたいにダイナドラゴンを鎧にすることができるかもしれない。一平、鎧は出来上がり次第送ってくれ。え？ナオト、できるまで待った方がいいわ。じゃないと毒ガスが。毒ガスなんて構うもんか。さっき弱気になるなって言ったろ。これ以上カーンデジファーの思い通りにさせるわけにはいかない。早くあの怪獣を倒さないと俺たち、いや、人類が滅ぼされてしまうかもしれないじゃないか。私も覚悟はできている。ナオト、今度こそきっと勝てる。私がついてるわ。お前の気持ちは分かった。できるだけ早く鎧を送る。ああ、頼んだぞ。行くぞ。アクセス、フラッ。漫画蘇っただと。バカめ、また同じ苦しみを味わいにわざわざ舞い戻ってくるとは。たけし、再び奴に毒ガス攻撃を浴びせるのだ。今度こそ奴の命を断ち切ってしまえ。はい、カンデジファー様。ダメだ、ダイノドラゴンじゃ難しすぎる。もう弱気にならないで。ナオトやグリッドマンがどうなってもいいの？分かってるさ。でも複雑すぎて頭がこんがらがる。だったらもっとシンプルに考えてみれば。そうだ、こいつを分離して。そうか、分かったぞ。の再開だ。ベノラの毒ガス攻撃によってグリッドマンの中枢神経が麻痺し始めていた。かつて戦った怪獣たちの怨念ともいえる映像がよみがえり、グリッドマンを苦しめているのだ。様のやつ、意味のない悪あがきをするからこんな目に遭う。トケシ、デッドプロジェクターを使ってグリッドマンの無様な姿を人間どもに見せつけてやるがいい。皆さん、グリッドマンが生きてました。あれがコンピューターワールドを守った活躍を続けていたグリッドマンです。頑張ってグリッドマン。どうしたんだグリッドマン。やられちゃう。頑張れグリッドマン、しっかり。
ってるって。くそ、あとちょっと。急いで。いかん、やられっぱなしだ。やった、できたぞ。キングジェットが鎧になるのね。ああ、それがグリットマンを守る。名付けてキンググリットマンだ。グリットマン待ってて、ダイナドラゴン出撃。のおかげだぜ。それとナオトと。くっそ、ベノラーが倒されるぞ。またしても奴に勝利を奪われた。仕返しを覚えておれ。いつか必ずこの仕返しをしてやるぞ。かっこいいな。ほんと、惚れ惚れしちゃう。あ、スマが晴れていくよ。ほんとだ。あー、ほんとだ、よかったな。いや、これでゆっくり風呂に入れんな。いや、今度こそグリットマンもう終わりかと思ったぜ。ほんと、危なかったわ。実は俺ももうダメかと思ったんだ。だろうな。でもあん時声が聞こえたんだ。なんて？私がついてるから頑張ってって。誰の声だよ。へへ。ゆか、お前あの時きっと空耳よ。きしょ、なんでゆかはナオトばっかり。だから空耳
しょ。俺がスープ作ってる間に何かあったんじゃないか。何にもないわよ。私は介抱してただけ。何かあったとしたらそれはグリットマンと、ね、ナオト。ああなんか怪しいな。おい正直に話せよ。何にもないって。俺覚えてないもん。本当か。本当だってば。それよく行こうぜ。こうしてグリットマン最大の危機は去った。しかし本当の戦いはまだ始まったばかりかもしれない。この青い空と人類の平和を守るために戦え、ナオト。戦え、グリットマン。なんとびっくり、子供たちのおもちゃが大暴れして人間に総攻撃を仕掛けてきた。ラジコン戦車に追い詰められる大地。竜帝合体だ。戦え、キング・グリットマン。次回、電光超人グリットマン、狂天おもちゃの反乱。君もアクセスフラッシュ。